憲法施行70周年を記念いたしまして、植樹式を開催いたします。植樹を行っていただきますのは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官、並びに衆議院副議長、参議院副議長、衆議院議員運営委員長、参議院議員運営委員長以上の方々でございます。最初にカメラの撮影がございますので、しばしこちらの方をお願いいただきたいと思います。あとどうぞちょっとこう構えを出していただきたいと思います。まだかけないで、すみません、顔ちょっと上げ気味でお願いします。これこちらお願いします。お願いします。ありがとうございます。やればいいの。それでは皆さんお始めください。ありがとうございました。はい、ただいまから日本国憲法施行70周年記念式を開催いたします。並びに多数の皆様方のご出席をいただき、日本国憲法施行70周年記念式を挙行するにあたり式辞を申し上げます。日本国各位のご列席をいただき、日本国憲法施行70周年記念式典挙行されましたことは大変喜ばしく、皆さん方に心から感謝を。本日ここに日本国憲法施行70周年記念式が挙行されるにあたり、内閣総理大臣として一言お祝いの言葉を申し上げます。終戦後まもなく日本国憲法が施行され、70年の歳月が流れました。この間、我が国はこの憲法の下で戦後の廃墟と窮乏の中から完全と立ち上がり、先人たちのたゆまぬ努力により平和で豊かな国を作り上げ、世界の平和と繁栄にたゆまぬ貢献を重ねてまいりました。私たちはこの歩みに静かな誇りを抱きながら、次の70年に向かおうとしています。改めて先人たちのご苦労に感謝を申し上げるとともに、国会が国権の最高機関として憲政の確立と発展にご尽力されてきたことに敬意を表したいと存じます。この70年間で国内外の情勢は大きく変化しました。急速な少子高齢化と人口減少社会の到来、バブル崩壊後20年近く続いたデフレによる経済の停滞、冷戦の終焉と北朝鮮による核ミサイル開発をはじめ、我が国を取り巻く安全保障環境の悪化、今を生きる私たちも先人に倣い、こうした困難な課題に真正面から立ち向かい、未来への責任を果たさなければなりません。誰もが生きがいを持ってその能力を存分に発揮できる社会、国民が安心して暮らせる豊かで平和な社会を作り上げていく節目の年にあたり、この決意を新たにしております。憲法は国の未来、そして理想の姿を語るものです。今を生きる私たちには、時代の節目にあって、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国憲法の基本原則の普遍的価値を深く心に刻みながら、新しい時代の理想の姿を描いていくことが求められている。それが時代の要請なのではないかと思います。そうした精神が日本の未来を切り開いていくことにつながっていくものと考えます。本日の式典が、国民一人一人が日本国憲法の基本原則の普遍的価値、そして我が国の未来に思いを致す機会となることを
期待するとともに、国会が国権の最高機関として県政のさらなる発展に尽くされることを切に願い、私の祝辞といたします。平成29年4月26日内閣総理大臣安倍晋三。日本国憲法施行70周年を記念して催されるこの式典において、祝辞を申し述べる機会を与えられたことを大変光栄に存じます。